皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はカナダドライのジンジャーエールを紹介したいと思います。で、こちら普通のジンジャーエールではありません。それはこちらです。カナダドライジンジャーエール&レモネードの紹介です。ジンジャーエールとレモネード、 Made from real ginger and with real juice。 本物のジンジャーとレモンの果汁が入っています。下の方にも書いてあります。 Naturally flavored ginger ale and lemonade with other natural flavors 1% lemon juice。 レモンジュースが 1% 入っています。こちらの値段は1缶98セントぐらいですね。日本円で100円ぐらいです。ジンジャーエールの香りがほとんどで、少しだけレモンの香りがします。こちら普通のジンジャーエールに見えますね。少しだけ薄いです。それではいただきます。レモンの味が最高です。ジンジャーエールより上回っていますけど、すんごい美味しいです。爽やかだし、さっぱりです。喉越しも結構いい。本当に喉をスーッと通りますね。本物のレモンの味が入ってるのが大好きです。ジンジャーエールとのコンビネーションが抜群です。シュワシュワ感もいいし、飲むと気持ちよくなりますね。美味しかったですけど、点数は99点にしたいと思います。もう少しだけジンジャーエールの味が欲しかったです。 75% ぐらいレモネードの味で、あとの 25% はジンジャーエールの味です。 75% のレモネードはちょっと多すぎっていう感じがします。 50% ジンジャーエール、 50% レモネードだったら100点満点になっていました。カナダドライだし、ジンジャーエールって書いてあるから、ジンジャーがあるんだよっていうのをもっと見せてほしいです。でも99点でぴったりだと思います。こちらはぜひおすすめします。もし見たら買ってみてください。僕みたいにカナダドライが好きな方にはぜひおすすめします。カナダドライジンジャーエール&レモネードの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。